ではブラッシングの大切さをお伝えしてまいりたいと思います。まずはじめにこちらがラカスタの荒研ぎブラシと申しまして、ブラッシング専用のブラシになっております。こちらが、先端を見ていただきますと丸く球状になっております。こちらがブラッシングをした際に頭皮に当たる部分ですね。こちらを丸くすることによって頭皮を傷つけない、頭皮を傷めないという形状になっております。もう一つは触っていただいた時にクッション性が高いというのが、ブラッシング専用のブラシなんですけれども、クッション性が高いことによって頭皮のマッサージ効果を得られるというマッサージ効果のあるブラシになっております。こちらを使って正しいブラッシングの仕方というのを行っていきたいと思います。ではまずはじめになぜブラッシングが大切かというお話なんですが、皆さんもしよろしければ鏡の前でお顔を見ながら少しこう頭皮を触ってみていただきたいんですね。こう触ってみた時に痛いなですとか硬いなと感じる方いらっしゃいましたら、頭皮が凝っている状態になります。頭皮が凝っていると頭皮の重みが出てくるので、それが下がってきておでこのシワですとか落ちてくることによってほうれい線が深くなってきます。さらにフェイスラインがたるんできたりですとか、そういった原因にもなりかねませんので、もしできればリフトアップを意識してブラッシングをおすすめいたします。で、先ほどの触っていただいた時に頭皮が硬いなですとか、痛いなと感じる方は頭皮が凝っている状態になります。そうすると頭皮が凝っていると頭皮の、毛細血管の流れ、血流が悪くなっている状態になりますので、その血流を促すという意味でブラッシングをして血流を、良くするというのが大切になってきます。なのでこちらのブラッシング専用の荒研ぎブラシを使って正しいブラッシングの仕方を行っていきたいと思います。ではまずはじめにお鏡を見ながら一緒にやっていきたいと思います。お鏡を見た際にご自分の顔を見ていただいて、おでこのシワですとかほうれい線ですとかフェイスラインが気になりだした方、一緒にやっていきたいと思います。まず最初におでこのシワを引き上げるという意味で、生え際から頭頂部に向かって引き上げます。さらに目尻が下がってきたなと感じる方、目尻から頭頂部に向かって引き上げます。上がっている感じが分かっていただけると思います。さらにほうれい線が気になるなと思う方、こちらですね、耳の上もみ上げのところから頭頂部に向かって引き上げていきます。その際にここが上がっていることを意識してご自分が、気持ちいいなと思える力加減で行ってみてください。さらに肩こりがある方、肩が凝っているとここに栄養分、血液が滞ってしまっています。なのでここに滞っている栄養分を、毛根に促すという意味で下から上にブラッシングをしていきます。このまま反対に来てしっかりと上に上に促すように、引き上げるようにブラッシングをしながら戻ってきます。これで一周です。なので、簡単に考えていただけると、ここのポニーテールを作るようにブラッシングをするというイメージで、今の順番で円を描くように戻ってきます。これを3周するだけです。これで頭皮の血流が良くなってくるのでポカポカしてきますし、お顔の血色も良くなってきます。このように、ブラッシングを3周することによって頭皮の血流が良くなりますので、血流が良くなると毛穴が開いていきます。そうすることによって毛穴の奥に詰まっている皮脂詰まりが浮いてきてくれるので、それからシャンプーをしていただいた方が頭皮がきれいに洗えますので、シャンプー前にブラッシングをおすすめしております。ぜひ今夜から皆さんブラッシングを始めてみてください。